マムートあたりかな。こちらポーラテックスですね。今ここさ M じゃないですよね。お腹きつくなってポーラテックス。もしかして最近もうこう忘年会じゃないけど忘年会続きで昨日届いてちょっと辛かった。かなりあったかいでしょ。あったかいですね。ここのところに今度は12畳の部屋っていうんだけども、こっちにあったかい空気溜まりすぎちゃうと暑いんですよ。だからこれを脱いじゃって暑かったらこれ1枚で勝負すればいいんじゃない。なるほど、すごい、うん、ベストなんていう選択肢。ベストいいよ。全然知らなかったですね。だから今言った体幹部分の温度管理っていうのはベストが一番楽で、タイトに着ても OK な理由っていうのは肩がないから自由度高いんですよ、ベストは。なるほど。だからここの栗がすごく狭いもの、そういうものを選ぶ。すごいな。で今昔は中がいまいちだったんで外でカバーするしかなかったんだけど、今は中が優秀になってきてるんで中身ほど金かけてくれっていうんですよ。なるほどね。そうなんですね。この辺りですね。で外身は今鎧を持ってきてくれるから、でダメなベストっていうのはこういうベスト。いいんですよ、街の中で着るんだったら。だから仕入れてるんですけど。はい、見ますね、こういう。わかります？何がいけないかっていうと、栗が空きすぎちゃってるんです。なるほど。あったかい空気漏れちゃうんですよ、せっかく溜めたのに。あ、本当全然違う。違うでしょ。で僕のこれ R2 のところっていうのはもっと栗が狭いですよね。すごい、全然違う。あったかい空気が動いちゃうんです、動くたんびに。ああ本当だ、すごいですね。でパフッパフッってあったかい空気漏れてっちゃうんです。はは。